はい、こんばんは、ネイルドットコムです。買っちゃった。これって子供用だよね。明らかちっちゃいよね、サイズ感。買っちゃった。なんだろう、やっぱりね、夢の国にちょっと行ってきたんですけど、行くとね、こういうね、絶対使わなそうなもの買って帰ってきちゃうのってあるあるですよね。今日はですね、前回の動画でやりましたこちらのネイリティのマットホワイト、こちらを使っていろいろなやり方でグラデーションを作っていきたいと思います。こちらのね、クリーミーハニーとマットホワイトなんですけれども、前回動画でご紹介をさせていただきました。私結構グラデーションやるときって、あんまりこうクリアジェルを使わないでやる方法を普段はよくやるんですけれども、その方法だとちょっとね、このね、ネイリティのジェルはグラデーションがかなり難しかったので、今日はね、それ以外のこういろんなね、やり方をしながらグラデーションしていきたいと思います。一応今日 LINE ライブで、やりました白フレンチです。こっちがネイリティを使ったもの、こっちが、ネイル工房さんの黒パケを使って作ったフレンチになります。その何度塗りとかっていうのとかもなんか LINE ライブでやったので、アーカイブ残ってるのでね、ぜひもし見てない方いらっしゃったらそちらの方を見てみてください。もっとね、ネイリティのことがわかると思います。ではですね、やっていきたいと思います。まず今、ベースジェルクリア塗って、未硬化ジェルがねちょっと残ってるぐらいの、ペタペタしたぐらいの状態です。で、ここに、ベティジェルのプレミアムベースをまず一度塗りしていきます。これはね、もう薄くで大丈夫です。薄くまずプレミアムベースを一度塗りしたら、こちらのね、マットホワイトを筆に取ります。で、先端から、下にかけてざっくりとでいいので、ざっくり塗っていきましょう。本当にざっくりでこんな感じです。筆についたものをまず一度、キッチンペーパーでよく取ってあげて、根元のね、この境目をクリアジェルと混ぜながら先端に引っ張る。で、引っ張りすぎてしまうと先端のね、色残したい箇所なくなってしまうので、優しく優しくタップして先端に引っ張るっていうのをね、繰り返していきたいと思います。ちょっとね、今私引っ張りすぎちゃった。一度塗り目はね、こんな感じで、この状態でライトに入れて一度硬化をしていきます。で、次はね、クリアジェルをつけずにまず、ホワイトのジェルを取って、またざっくりとね、塗っていきます。こんな感じでね、ざっくり塗ったら筆の先端にちょっとこうクリアジェルをなじませる程度にね、蓋の縁とかでしごきながら、本当にちょっとこう光ってるぐらい、なじませる程度につけておきます。今のところこんな感じです。わかりますかね。これをね、ライトに入れて硬化していきます。ネイリティのジェル、思ったんですけど、このさ、縁周り汚れるの早くないですか？多分中身がサラサラしてるからっていうのが理由なんじゃないかな。今ね、やった工程を繰り返します。筆にクリアジェルをつけて、なじませます。意外と難しいね、エリティ。なんか今やってってるんですけど、なんか元々がすごい柔らかいジェルなんで、なんかね、自分がいつも扱ってるジェルとテクスチャーが違いすぎて、すごい汚くなってってる。ちょっともうなんかこれ以上は多分どう触っても汚くなっていく一方なんで、ちょっと次のことをやり始めます。見えますかね、こんな感じのグラデーションが出来上がりました。全然ダメ。ちょっとね、普段自分が使ってるジェルと硬さとかが全然違いすぎちゃってて、扱い方がね、全然慣れない。すごい汚い。次はですね、今ベースジェルをまず塗りました。もうね、私の動画見てくださってる方だとおなじみかなと思うんですけれども、こちらのアイシャドウ用のチップ、こちらを使ってグラデーションしていきます。
もう蓋の裏側のやつをね少量、チップに取ったら先端から根元にかけてタップしていきます。はい、まず1回目のタップでこんな感じです。ちょっと見えづらいですよね。ライトに入れて固めていきます。白のグラデーションってこうやって見せるときにすごく見づらいんですよね。はい、でまた、これも同じ工程をね繰り返します。で明らかにこうねなんかジェル取りすぎてたなとか、ちょっとこれこんなにあれだなみたいな時なんかはいつも通りこれの反対側をね使いながらぼかしていきます。ある程度濃淡をつけることができたらクリアジェルを塗って硬化します。でクリアジェルを塗るときにこのタップした場所の溝にうまくクリアジェルが入り込むように、柔らかさの少しあるクリアジェルを選んであげた方が入りやすいと思います。スポンジで作ったものはこんな感じですね。なんか違うんだよな。なんかねこのねネイリティのカラージェルねすっごい扱いづらいんですよ。ちょっとねでもねこれでなんかできなかったんで終わりですとは言いづらい、言いたくない。1度塗り目、2度塗り目、3度塗り目、4度塗り目。4度塗りが終わったらねクリアジェルを塗っていきます。こんな感じまではできましたね。さっきのと比べるとまあいいんじゃないかな。さっき作ったやつがこれ、今作ったやつがこれ、どうですかね。ちょっと1回で随分とちょっと自分的にはできたかなっていう感じですね。こんな感じです。普段使っているジェルと全然本当にテクスチャーが違いすぎて、なんかね本当にあのグラデーションって結構テクスチャーとハケ圧がこううまく混ざり合ったりとかしてできたりするので、ネイリティはねめちゃめちゃ難しいですね。でもね難しいからできませんとはちょっと言いたくないので、できませんで終わりにするわけにはいかないなと。ねこれがねさっき筆を使って作ったやつなんですけれども、ちょっとねもう一回やっていきます。1度塗り目、2度塗り目、4度塗り目。いやここまではね結構簡単というか今までと同じ要領でできるんですけど、この先端を濃くするのがなかなかねできないんですよね。この先端を濃くしようと思っている間になんかぐちゃぐちゃになってっちゃうみたいな。5度塗り目、6度塗り目。今作ったグラデーションがこんな感じですね。最初に作ったのがこれなんで、まあ、ちょっとねだいぶね色が薄い感じにはなってるんですけど、刷毛跡とかそういうのを考えた時にまあちょっとは扱えるようになったかなっていう感じです。はい、今回ねご紹介したネイリティのマットホワイトでやるグラデーションなんですけれども、かなりこれがテクスチャーが柔らかいのですごくやりにくいなっていう風に感じました。やっぱりね普段とテクスチャーが違うものだとメーカーが近くっても意外とテクスチャーが同じぐらいだと結構使えるんですけど、ネイリティに関してはテクスチャーも全く違うっていうのがあって、かなりねこうやるのが大変は大変でした。でもねこれもちょっとね多分なんですけど、すごくこうサラサラしてるからだと思うんですけど、蓋の中がね開けて2日目なんですけど結構汚れやすいなっていうのが感じますね。なので、まあ、結構ね蓋から漏れちゃって使えなくなってしまって捨てるのももったいないので早めに使い切ろうかなと思っております。まだまだねちょっとグラデーションうまくはできてないので、今後もねちょっと
いろいろやって試してネイリティのジェルでのグラデーションマスターしていきたいと思います。その動画はねツイッターなんかで、ちょこっとアップしたりとかできればなと思っているので、ぜひぜひツイッターの方のフォローもよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。